高ですよ。いいぞ、初高生だよ。タイムこちらです、どうぞ。はい、実車プロ VS e モータースポーツプロタイムアタック3番勝負の中堅、はい、行きたいと思います。中堅の方も前お願いします。はい、いやこっから4区だからね。はい、こっから4区だよ。車は変わると4区そうです、ね、はい、今度はどんな車になるんですか。はい、ね、同じ車でやったらさ、はい、ね、やっぱこう8、6レースでチャンピオン取ったやつもいるわけじゃん。うん、ずるいじゃない。まあ確かに。こっからはね、ちょっと車変えようかなと。駆動方式を変えようかなと。なるほど。4区で行ってみたいと思います。はい、今回はなんとブリッツさんの GR カローラ。これは面白いよ。2人で。じゃんけん。じゃんけん、じゃんけん。はい。ここ大事だぞ、ヒロキ。これめちゃめちゃ大事だよ。ここじゃんけん変わるから。絶対勝とう。絶対勝とう。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、これでかい。高校ですよ。いいぞ、ちょっと期待ですけど、はい、なぜ高校はいいんですか。やっぱり熱を入れるとそれだけあのパフォーマンスが一番ピークのところに持ってきやすくなるんですよね。だから、うん、あの冷たい状態から温めるよりはもう温まった状態の乗った方がアドバンテージがあるってことは、まあ、先にやるね、はい、僕より多分早いと思うんで、ぜひ、うん、しっかり温めて。確かに僕より早いと思うんです。では中堅対決いきたいと思います。まず先行 e スポーツチームの山中選手です。お願いします。音いいよ、音大丈夫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 、音だからめちゃくちゃかっけえけど、おーい、ダメにね、ダメにね、あれってさ、ダメちゃんは慣れてるよ、慣れてる、ブレーキアップ、岸田さんは立てた、岸田さんやっぱり最初は立てて温めるのがいいですよ。人生で初めて今回使ったんですよ。本当に1周目来なかったんですけど、2周目からはすごくグリップも出ていましたし、このブリッツァの GR カローラはすごく乗りやすくて、本当に何ていうんですかね、楽しかったんですけど、ただタイムにどう出てたかっていうのがちょっと分かんなかったんで、でも高校の方が皆さん有利とおっしゃってたんで、まあ、最後のゆっくり来たのは、はい、遅延行為だったんですか。いや、できる限り、まあ、タイヤを冷やして戻したかったんでゆっくり帰ってきました。遅延行為ですから巻きでって言ってまあでもね、まあ、結構満足。そうですね、まあ、本当にパッと乗って冷えた状態からであれば割とまとめられたんじゃないかなと思います。なるほど、はい、なるほど、色ちょっと期待できますね。土屋さんどうでした。いや、タイムを削ってるなっていうのはありますよ。だからミスはない。ただやっぱりヒロキがこれからどういう走りをするかなと。だからヒロキに関してはやっぱり今までスバルでね、ワックスで走ってるから4区は慣れてるわけじゃない。なるほど。でただその4区は慣れてるけど S タイヤってのは履いたことないからね。 S タイヤって何ですか。 S タイヤってのは普通はハイグリップタイヤってのが市販なの、はい、S タイヤってのはタイムアタックするためのタイヤ。なるほど。だからもう本当サーキットを走るためのタイヤ。でもちょっと特別な、特別特別な、はい、なんかハード、ミディアム、ソフトってあって、ソフトはまあジムカーナーとかで使えますよね。じゃあ、ということで、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、ひろき。さあ、ですかね、オッケー、オッケー。ちょっと緊張してるぞ、あれ。スタートです。あー、いい、いい。言い訳は後で聞くよ、まず。気合入ってんな。あれより何してんすか、あれは今。温めてる。温めてる。温めてんだけど、うん、温めすぎると S タイヤって垂れる。あら。あれはラリーの温め方です。リアを。リアを動かしてまた、ね、ということはリアの走りすぎてくれてる方がラリーの温め方をこういうコースでやるっていうのは、うん、あの全然いいんですけど、結局ラリーの温めるコースって林道で温めようとするので、うん、すごく道が狭いところでああいう風にこう車を斜めに振って温める。そういうことか。いや勉強になるな。気合入ってる。気合入ってますね。頼むぞヒロキ。今回にかけてきてる感がすごいある。何としても勝ちたいんだよ。もう言い訳はだいぶないですからね。もうさ、もう言い訳だよ、ね。タイヤは温まってるし、四駆だし。だしよし、これ楽しみだ。筋怖いな。筋怖いね。3、2、1、スタート。ああ、シフトミスだ。シフトミスした。ミスした、シフトミス。緊張してんじゃねえか。めちゃめちゃしてる。お、ABS まで使ってる。教え通り。課題だった ABS が。やれ、あこれいい。シフトミス。ああ、シフトミス。シフトミス入った。今違うかって言った。シフトミス、シフトミス。これは。2回シフトミスの、はい、2回やりました。頼む、来てくれ。やっちまったね、ヒロキ。これはだいぶでかい。お前、これで勝て。これで勝つからかっこいいんだ。これで。いいよ、ここは行ってるね。ここのもう1回シフトアップがあるんですよ。あ、引っ張った。これは負けたかな。負けた。これは負けたかな。シフトミス2回しちゃったから、ね、ちょっとシフトミス、ミスでかいっす、ね、あのミスでかい、これは痛いな。なんかシフトミスしたってですね、はい、みんなここで大笑いしてましたけど、あれなんかシフトミスしたんですよ。5速入っちゃって、あ、やべえと思って入れたら今度2速入れたら3速入っちゃったりして、でもうそこで全然加速しなかった。なんでまずシフトミスしちゃったの。普段左ハンドルっていうのもあるんですかね。言い訳です。左ハンドル、左ハンドル。タイム発表しますか。では、中堅対決の結果を発表します。中堅の両者のタイムこちらです。どうぞ。はい、どんどん、はい、やったー、ナイス。勝ったよ。ナイス、ナイス、ナイス。だけどさ、結構ギリしてて、ギリ。え、2回シフトミスして、ほんま2秒しか変わんないよ。まあ、実質ヒロキの感じです。まあまあ、実質ヒロキ。危ない。や、俺、1秒くらい負けたと思って。もう途中、あそこの立ち上がりで若干諦めてたんですよ。いや、これは大したもんだよ。まあ、でも負けは負けですから、あの、修行しますもん。2回もシフトミスしやがったくせに。いや、まあ、でもね、勝負ですからね。勝負よ。もう山添の勝ちですよ。はい、よし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 。面白くなっちゃったじゃん。さあ、困る。はい。これでね、実は、あの、土屋さん、はいはい、勝負としては面白くなったんですよ。面白い、面白い。1対1になりましたからね。はい、面白い。さあ、この2人、はい、さあ、では最終対決へ参りたいと思います。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。